佐野修司は日本の俳優。本名は関口昭三郎。昭和初期から後期に活躍した二枚目スターの一人である。関口博士、佐野守の父で関口智博の祖父にあたる。上原健、サブリシンと共に小畜産バガラスと言われた。東京市神田区東小宮町に飛び職の息子として生まれた。1933年に、 立教大学経済学部予科を卒業後、1935年に、義系の経営する神戸の貿易商朝日商会に入社する。同年、小畜の俳優募集に応募し、1000人の中から1人合格し、1936年小畜に入社。大船撮影所1期生として、同年の佐々木康史監督の、Z 面青春突撃隊で、俳優デビュー。 立教大学の先輩、上原健と共に、幹部スター候補生として主役格で使われ、1937年には早くも、準幹部に昇格し、島津康次郎監督の婚約サンバガラスで、上原健、サブリシンと共に、松竹サンバガラスとして共演し、スターの地位を決定的にした。1938年には幹部に昇格し、 名実ともに小竹を背負って立つ存在となった。その後、人気絶頂だった1941年から終戦まで3度召集される。その間もその感激を縫うように、野村広正監督、李光蘭主演の、蘇州の夜、小津安二郎監督の、父や力などの作品に出演するなど、人気を保ったが、私的には、妻と長女を亡くし試練の時となった。 戦後になっても二枚目スターとして活躍し、重厚な演技を持ち味に、木下圭介監督のお嬢さん乾杯、カルメン故郷に帰る吉村光三郎の春節などに出演する。特に、小津安二郎の風の中のメス系では、田中絹代と共演し、子供の医療費のために一度だけ売春した妻への怒りに苦しむが愛情を取り戻していく。 機関兵をを演じ新境地を切り開いた猪俣正とは日本映画俳優前史で戦後は戦前の甘さ爽やかさが失われたと評し従軍体験の影を嘆いているがむしろ少しそやな味やユーモアを加えて幅を広げた演技はお嬢さん乾杯などで引き出されている1953年にはフリーとなり五所平之助の 大阪の宿やなるキオの周宇などに出演し、演技派俳優として、格好たる地位を確立する。1954年には、俳優の生活安定を図る目的で、窓化グループを、佐田啓治、桂木陽子、三井広次らと設立し、映画制作も手掛ける。1965年以降はテレビにも、活躍の場を広げ、主に温厚な父親役で親しまれた。 1978年12月21日、急性心不全のため66歳で死去した。上海の街角でのスチール、生二太郎と、相場の歌でのスチール、上原聡と,と、ありがとうございます。